学生スポーツとは、学生が競技者として行うスポーツ競技全般を言う。ただし、学生の定義の違いにより、その内容や用法にばらつきがある。以下に、主に日本国内における事情を説明する。学生競技者によって行われ、かつてはアマチュアスポーツという認識がされていったが、現状において競技者がアマチュアでない場合は往々にして存在する。 特にテレビの地上波で放送される高校野球や箱根駅伝はそれを利用した入学生勧誘が行われている。日本国内でのスポーツマスコミスポーツメディアでの扱いでは学生の一般的な定義とは別に学生イコール大学生という捉え方する場合が多い。ただし競技によってはその競技団体に学生を関して大学生以外も 対象でとなっているものも存在している。ただし、中学生以下までも含めて学生を関して扱うケースは、ごくまでで、中学生以下は、少年、学童という範疇で分けて扱われることの方が一般的になっている。また、一般的には、専門学校に通う人も学生と称されているが、多くの競技団体においては、学生チーム扱いではなく、社会人、 一般の競技者団体として運営されている場合が多い。なお、競技登録者、参加者は現役学生によるが、競技団体の組織運営は、競技や組織によって運営事情は異なり、OBOG を中心とする一般社会人、所属学校の職員などによる運営現役学生のみによる運営一般社会人を中心に、現役学生との合同による運営に分かれる。 天学者に対しては優秀選手が特定の学校及び都道府県に集中するのを防ぐ意味合いなどから一定期間の出場停止など何らかの制約が課される場合もある。主な大会への出場は予選を含めてその学校の最短修行年限と同じ回数に制限されていることが多い。日本国内で普及したスポーツ競技の多くは最初に 大学生への普及が中心となって広まったものが多く、そのため学生スポーツを運営する競技団体は、それぞれの対象競技者別に組織される場合が多く、まずは近隣地域内や都道府県単位で組織され、次第に地方から東西日本あるいは全国の規模に拡充、連合して組織編成が行われていくことが多い。したがって、 それぞれでの運営組織の歴史が長いところが多く、このようなケースでは全体的な組織形態としては一般社会人と学生、さらに学生の中でも都市別にそれぞれが独立した形で行われてきた。したがって競技種目内での全世代間の統一組織化よりも先に全国化が進んだため、その後の最終的な組織化では、 既存の全国組織の連合体の形で運営が行われている。一方、競技の歴史が比較的浅い、新しいスポーツ競技や競技人口が少ないスポーツは、報道メディアなどでの紹介が契機で普及が始まったものが多く、そういう場合は参加者、競技者の年齢や所属に関わらない競技として広まる傾向にあるので、運営組織は最初から全国的あるいは、 かなり広範囲を対象にしたものになり、そこが主導で競技の普及を進める場合が多い。このケースでは、学生固有の独立した組織は未整備に近い状態になる場合が多く、各地域、都道府県の協会、連盟内部に学生部や学生委員会が置かれてそこが運営主体となる。また競技の歴史が古い種目のものでも、対境に早い時期から加盟して、 その下で普及を進めた競技の運営団体も同様に全国的には地域前運営が主体の完全ピラミッド型の形態になっている傾向が強い初期には地域普及型で展開を進めたが後になって対象者別に再編する競技団体もあるが一旦あるいは先に対象者別に組織化が行われた場合は既得権その他の関係で ピラミッド型への再編は容易ではない場合が多い。学生の対象になる範囲の多様性により、大学院生、小学生までを対象とし、学校スポーツとしての枠で解説を行う。短大生、大学院生も含めた形になっているものもあるが、参加対象も、運営団体も競技によって事情が大きく、異なっている。詳細は、日本の大学スポーツ競技。 団体一覧に記述されている。国公立校の場合は、すべての校舎が全国高等専門学校連合会に所属し、運動部はすべて高等専門学校体育大会のもとに開かれる大会に参加する。私立校の場合と国公立校の場合でも学校によっては、運動部単位の任意で、校舎大会に出場するか、地域の高校や、 大学の競技連盟に参加するかを選択して活動している。専修学校、各種学校も含むほとんどが全国高等学校体育連盟のもとで全国高等学校総合体育大会の一環として行われているが野球とアメリカンフットボールなどは別な運営が行われている。中学生のみほとんどの競技が日本中学校体育連盟のもとで 全国中学校体育大会の一環として行われている。小中学生合同例えば交代連は、スポーツ特待生制度が存在していることを認識しているが、これが問題であるという理解の仕方をしていない。産経新聞4-27-20717-8-2007閲覧。ありがとうございます。